もみじ。あとは生クリームと、そういちごがねもうなかった、スーパーにねなかったので、キウイとみかんとカンカンの桃とバナナがあるから適当に使おうと思います。たっちゃんハート100個ありがとうございます。はあ、もうフリーズ。ガラオさんプレゼントありがとうございます。こんばんは。それでいうとどんなケーキを作るかまだあんまり決めてないっていう。そうだからさ、見た目にさいちごがないわけだから、そのなんかちょっと見た目を派手にしようと思って、いちご以外の方法で。とりあえず今握り出してきたのが食用色素、青にするか分かんないけど、とりあえず今見つけて持ってきたもの。バウチさんハート100個ありがとうございます。イーさんハート100個ありがとうございます。真っ青にしなくても生クリームをちょっと水色にしたりとか、なんかそんな感じで、でもそれもまあありっちゃありです。うん、あらーちゃん、どうしようかなっていう。まあ正直何でもありだ、私が食べるんだから。チョコペンとかで何か書くのもありだし。あ、これ探してた。うん、うん、あ、そっか、青色って食欲がなくなる色なんだっけ。でもなんかさ、緑とか青とか混ぜたらなんかいい色になりそうだけどね。しなっちさん、花束ありがとうございます。こいちゃん、プレゼントありがとうございます。多分冷蔵庫の方、チョコペンとかで何か書くのもあり。どうしようかな。まあとりあえずスポンジを切るところから始めようかな。ハニさん、リンゴの下ありがとうございます。パパさん、完了しました、ありがとうございます。ハニさん、オーナメントありがとうございます。ありがとう。トロさん、手紙ありがとうございます。スーちゃん、お手紙ありがとうございます。必死に毎回オーナメントをね思い出すという。クリスマスケーキ、祭りじゃない、ケーキ、ケーキ、クリスマス、クリスマス、よし。なんか変な絵文字いるんだけど、君は違うんだけど、はい、クリスマスケーキ。いつ食べるかは決めてないですね。
とりあえず作ろうっていう。とりあえずそうないんですよ、ケーキがお家に。だからケーキを作ろうっていう、お茶が飲みたいっていう。どうしようかな。とりあえず切ろう。スポンジを切るところから。あ、にゃん。これ初めて使う。よう使い方わからん。そう、それもね、まだ決めてないね。どうしよう。おい、ピーポ。そういうこと？すげえ。どんぐらいの高さにする？高高さんにする？そう、下を切らなきゃいけない。とりあえずね、今スポンジがこんな感じの形をしているので、まっすぐにするという作業から始める。うまくいくかなって感じなんですけど、そう、とりあえずやってみようっていうスタイルです。そう、なんて言ったって食べるのは私だと思ったら、なんかなんとかなりそうな香りがしてくるんですよ。よし、とりあえず上だけ切る。表面をまっすぐにするところから始めます。なんかいい感じじゃない？ご機嫌な人。見て、断面綺麗。いい香りがする。もうちょっと斜めになっちゃった。そういう時はまた切ればいいですね。よし、ね、断面めちゃめちゃ綺麗。美味しそう。私そういえばまだケーキ食べてないから甘いもの食べたい。美味しい。で、こっからどうしよう。水分なくなった。でもこれも切らなきゃ。どんぐらいの厚さにする？うん？うん。どんぐらいに切る？これじゃ分厚い。もうちょっと厚い。だから1段がこれってことだよ。もうちょっと分厚くするの？幅を多くスポンジの。すっごい分厚いケーキ。とりあえず切ってみることにする。
よし、切れた。どうだ。じゃん。一段。とりあえず一段。つけるだけで水平に切れるアイテムを使ってます。ついに使う時が来ました。こうやってケーキ切る包丁にこういうね、うん、そう、自分がつけたい、自分が切りたい高さに包丁をはめて、これを平行にスリ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 するとまっすぐ切れるよっていうアイテム、ついに使う日が来た。ご機嫌。とりあえず2つできたよ。見て、便利アイテムだよね。すごいよね。こういうさ、円形のものってさ、まっすぐ切るの大変じゃん、ね、こういうのを使うんだって世の中。初めて使った。ついに使う日が来て嬉しい。ケーキシロップ作んなきゃ。お砂糖とお水、ちょっと割合よく分かんないけど。じゃん、便利です。じゅんじゅん、よし、できた。そしたらもう一個のスポンジも同じ高さにね、目指して切っていきたいと思います。使うの簡単だよ。私もなんかね、なんかこういうのってなんか難しそうって思うじゃん。不器用な私でもうまくできましたので、きっとみんなもうまくできます。不器用な私でもまっすぐ切れたんだもん。ね、ギリギリ。うん、チンする。あ、1017日、ありがとうございます。1017、ありがとうございます。7、こっちか。パパさん、バラ、ありがとうございます。ありがとうございます。不器用でもできます。じゃん、なんかちょっとまっすぐじゃない。まあ気にしない。まあまあまあ、ある程度は気にしないのが一番です。なっちさん、プレゼントありがとうございます。3段目。ちゃんと端折らず両サイドにつけましょう。う
梅水ちゃんさんプレゼントありがとうございます。ひろさんプレゼントありがとうございます。うん、なんでもいい。じゃーん、じゃ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 ーん、じゃ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 ん、できたよできたよでき、できた、じゃん、切れました、終了です。スポンジ切る作業はおしまいです。これにて、これにて終了したので、どうしましょうまさまさんなさんプレゼントありがとうございます。そう、結構高さがあるケーキが作れそう。3枚、そうだね、1、2、3枚使っていきたいと思います。パパさんハート100個ありがとうございます。で、でもうさ、この上にペンって乗ってる、網これこれまあいっか、これでいっか、よし、もういいよ、何でもいい、あ、無地がいい、こんばんは、こんばんは。今日ね、そう来てくださったファンのおかげで私は胸キュンゼリフを言うことができましたありがとうございます。安らきさんプレゼントありがとうございます。果物を切ろうかな。果物どうやって切る？うん、上には乗せない、中に挟む用の果物を切ります。まあ中に挟む用だから何でもいいよね。あう、どうする、輪切りとかにする？こう、こんなもん、これ半分にする？うん、ちょっと水分取んなきゃね、のっける前に半分でいっか。うん、私その間に生クリーム立てようかな。どう？生クリームを立てます。何のピースかわからないけど、ちょっと手持ち無沙汰だったので合間にピースをさせていただきました。お、メッセージカード、お、ありがとうございます。大事に持って帰ってください。あ、そう、ハンドミキサーが鳴るからうるさいよっていうのを言っとくね。水分取るから、氷水を準備します。氷水を準備したところに生クリームを入れたボウルを乗っけます。ガロアさん、アヒルさん、ありがとうございます。そうだから、あのイヤホンしてる人とかはね、音小さくしてくださいね。お耳が痛くなりますよ。
で、ここに砂糖を入れます。もう。あ、そっか。きび砂糖を入れます。作るのはレシピはないですね。適当です。もう感覚で作りましょう。砂糖も感覚で入れましょう。私は甘い生クリームが好きなので、砂糖はちょっと多めです。そしたらこんな感じになるので、氷水だね。あの生クリームは冷たい方が早く綺麗に泡立つ出来上がるので、そう、あの氷水につけてやるのがおすすめです。ハンドミキサー使いますね。あの音量気をつけてください、言いましたからね。どうかな、どうする、ピンクにする、ピンクにする、
ことにしますので、ちょっとだけあの食用紅粉と粉を入れます。赤色の粉をちょっとだけ入れます。でもまじちょっと、本当にちょっとじゃないと真っ赤っかになります。ふいふうで、なんかある程度自分の好みのなんだろう硬さに生クリームが立ったら、あの今触らなくていいか高速で泡立ててたんですけど、ちょっと低速で泡立てます。なんかキメの細かさを均一にするらしい。あ、もうちょっといい。あ、やばい、危ない、そういうこと言っちゃダメだ。どうなる？もうちょっと。はい。ただもうちょっといっていいかな。どう？おう、おう。あんまね、ちょびっとずつ。力がなくなってきた両腕力がないするかな、どうだろう、私もわかんない。あ、でもなんかいい感じ。あ、可愛らしいピンクになった気がする。よし、できたかな。どう、硬さ、言い方さ。ミキサー重たい。なんて言ったってこのミキサーは、お母さんが高校生の時に買ったミキサーだから今時のものと違って重たいんだちょっと前お母さんはちょっと前って言ってるけどさ、ちょっとじゃないよそんなんね。ちょっとね、言っちゃうね重たいに決まってるようなものをずっと使ってます。もうなんか色からしてさ、そんな感じがするよね昭和の色色組が、あ、そうだ、色こんな感じ。伝わる？あんま伝わんない。この服よりもうちょっと薄いピンクかな。いや、この服と同じぐらいピンクになってる。ちょっとあんまよくわかんないけど、うん、そう、重たいんですよ。そう、こっち見せた方がわかりやすいかな。こんな、あ、白飛びピーポー、白飛びしてるね。みんなにはうまく伝えられないけど、でも結構いい感じのピンクだよね。ん？あ、桃に近い。桃です。色が。もう入れなくていいかな。もういいよね。うん、疲れた。あ、でも最初普通に真っ白でよかったね。上にさ、のせる色だけピンクにすればよかった。まあいいや、気にしない。そう、そんな気にしてる時間など私にはないんだ。よいしょ、さあさあさあやっていこう。これからは時間の問題です。生クリームがね、あの時間が経つにつれてだれちゃうので、その力がなくなってきちゃうんですよ。
そうやる気がなくなるとかは言わないんだけど、力がなくなってくるんです。だからそう力を残すためにあとこちらに砂糖とお水をレンチンして溶かした液体があるんですよ。そうこれに本当はなんか洋菓子のお酒を入れるともっといいらしいけど、あのスポンジケーキってさちょっとパサパサしてるじゃん。それをしっとりしっとりさせるためにスポンジケーキに染み込ませる液体です。ラム酒は違う、あのリキュールとかそっち。生クリームにもリキュールを入れるといいらしい。リキュールだっけな、リキュール入れるといいって言ってた。ないけどラム酒しかない。これを結構そんなにのっけちゃうっていうぐらい全然スポンジに染み込ませます。なんかそう生クリームにリキュールじゃないわ、ラムシリキュールだね。そっち系のお酒入れるとあのケーキ屋さんの生クリームみたいになるんだって。あピンク明るくない、私の手にくっついたらちょうどちょうど私の手についちゃった。よし、そしたら果物をのっけます。え、生クリームが先か。生クリームをつけますスポンジに。さあこれからもためらってる時間はありません。私にはちっちゃい方がいいかな、ね、さあ私にためらってる時間などは残されてないのです。思うがままに進んでいきます。しみしみにして、そしたら生クリームを塗っていきます。うん、ね、どうしようなんか考えてる時間はありません。全体に生クリームを広げます。とりあえずね、広げて広げて、そしたらここに広げた広げた広げた、何回も言っちゃう、広げた広げたら果物をのっけます。マトンさんプレゼントありがとうございます。あのね、果物は水分量が多いので水分をしっかり取りましょう。キウイを入れます。キウイ、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 よし、キウイをなんかね輪になるようにのっけたら、ちょっとそのもう一個輪の中に桃を入れます。桃、桃どうかな、いい、よし、そしたらもう一回上からクリームをかぶせます、うん、そうだ私のお母さんは元ケーキ屋さんのバイトの人だ困ったらいい人が隣にいる助けてくれる方が隣にいます。
ぱいケーキ食べてしまいそうだけど、いいな、ケーキ屋さんでバイト楽しそう。って思っちゃう。新作と崩れ食べれるの？崩れたケーキいいな、私も食べたい。どう、こういう感じいい？次に行くよ。本当に言ってる？大体均等だけど端がやっぱ少ない、端多めがいい。食べれるかもしれないじゃん。急に。こんなもん。どう？端が厚めで、オッケー。クッキングシート引いてるからさ、シャカ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 。母さんどう？次行こう。次行くよ。そしたら上に、もう同じ工程です。これからは。レッツ、同じ工程。さあ行こう、急げ、こぼした。よし、ケーキ屋さんってすごいね。だってこの時期何個ケーキ作ってるんだろう。頭が痛くなるぐらい作ってるよね。もうちょっと。もう次じゃちょっとみかんにしよう。みかん、みかん。乗っけてるのはね、バラバラ。さっきはキウイ乗っけたけど、今はみかんと、みかん乗っけた。あの、だいぶこれは結婚になんないけどいいか。
よい。よし。次。最後。もうこれは。じゃあちょっとこっちに染み込ませようかな。生クリームギリギリ足りそう。上の上どうする？一番上どうやって、何をどうする何も決めてない。うんうん、よし、残り10分いけそうじゃない？どう？今こんな感じ。そう、ケーキの上はねいちご乗っけたかったんだけど、あの見事にあのスーパーからいちごが消えてたので、そうそうそう、今回は何も乗っけないケーキでいきます。やばい、生クリーム足りないかも。なんとかなる、なんとかさせる。今まで私はいろんな人のケーキを作る姿だけを見てきた。でも本当に足りないかも。だって前さ、カーツさ足りないっつってギリギリやった時すごいもうさ、見え見えだったじゃん見え見えケーキだったじゃん。薄く薄く塗っていくしかないんですけど、集中するからね、ごめんね、あの喋らなくなっちゃう、許して。ねえ待って、キャッ世界で一番うるさい今この時間帯。どうしよう、足りる未来が見えてきた。一番下は汚くてもいいんですよね、いいよね、一番下汚くてもある程度。ダメか、どうやって一番下綺麗にするの。
それで言うと私さ、初めてこうやってケーキの側面に生クリームつけてんだけど初めてをこんなさギリギリにするもんじゃないね。こういうことだよね。待ってね、なんかできそうな気がしてきたの。ちょっとだけ待って。ん？待てー！ちょっと待って、嫌だバタバタ。薄いぞ、君だけ薄いぞ、ここだけ薄いぞ。本当じゃん、まずまずピーポーじゃん。うん、確かに後でした方が良さそうだよね。ちょっと生クリーム、ホイップする用の生クリームがだいぶ緩かったので、あの生クリームをこのケーキの側面に塗るのだけやります。そこまで終わらせるね。写真で見せるね、みんな。ごめんね、こんなバタバタになって申し訳ねえ。58分、ありがとうございます。じゃあとりあえず今できてるところまで見せるね。こんな感じ。ちょっとこっからもうちょっと綺麗にするね。明日も夜に配信します。今こんな感じです。およし、じゃあランキングを読みます。あとちょっとデコレーションしたら写真投稿するね。申し訳ないです。13位、ただの魚さん、ありがとうございます。12位、まさあけさん、ありがとうございます。11位、まさまさあなさん。10位、ごちゃん。9位、しんじいちゃんさん。8位、こがまなさん。7位、たっちゃん。6位、がろうさん。5位、ばうちさん。4位、ひろうさん。3位、パパさん。2位、かずみさん。1位、はにさん、ありがとうございます。ごめんなさいね、バタバタしたけど、メリークリスマスイブでした。明日もクリスマス公演、私はあと2回クリスマス公演があるので、来てくださる方や DMM で見てくださる方は、また後で、明日、後でではないね、また明日。ありがとうございました。完成したら写真載っけるね。バイバイ、おやすみなさい。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい、バイバイ。